次に紹介する漫画は、異世界居酒屋のブっていう漫画です。この漫画は、ヤングエースで、あの、2015年の8月号から連載が始まってます。まあ、この、まあ、夫婦なのか、恋人なのか、あの、関係はわからないですけど、この二人が、あの、日本の、日本で居酒屋を経営してるんですけど、なんかある一定の時間なのか、あの、異世界に通じるみたいなんですよ。で、異世界に通じて、あの、その異世界の人たちが、あの、この、 この、なんか、二人の、あの、お店になんか、まあ、食事を楽しみに来ると。いろんなメニューを出すんですけど、ただ、あの、驚き方の反応を見る限り、どうもこれ、あの、イギリスの、あの、まあ16、1600年半ばぐらいを、なんが設定なんじゃないですかね。あの、クジラを出したら、めちゃくちゃ、あの、ああなんていうか、よその国の密偵が来た時に、その密偵は、あの、庶民の、 庶民の食堂でどんなものが出されているか。例えばサラダを頼んだら、サラダだったら保存は効かないし、輸送の問題とかあるし、あちょあ調理や調味料の仕方でその国のなんか財力を知ることができると。まあ、庶民がどれだけの、まあ、生活レベルを持っているのかと。まあ、そこで、あの、この人は胡椒を使いましたと。まあ その時代胡椒って言ったら、あの、同じ重さの金、金と同じか、それよりちょっと高いぐらいの価値のあるものを、マッシュポテトにかけたりとかしてるんで、相当びっくりして、この国を攻めるのはなんかやめようみたいな感じで、まあ、あの、まあ、ひそかに、あの、この、世界の、世界をなんか、まあ、救ってたりっていう話があったりとか、まあ、あの、ナポリタン、ナ,ナポリタンでなんか驚かしたりとか、まあ、 当時スパゲティがあったのがちょっと僕の知識では分からないんですけど、あの、まあ、他にもあの、うなぎ。あの、うなぎをなんかあの、まあ、雑魚扱いして食べるには、なんかぶつ切りに、あぶつ切りにするか、ゼリーで固めるかぐらいしかないなんか泥臭い魚だっていうことを言って、言ってるところで、この二人は、あの、 かば焼きにして出してなんか大ヒットさせたんですよ。しかもなんか最終段3巻の終わりでお弁当にして、さらに売り上げも伸ばしてて、まあ大変面白かったんですけど、あのー、日本であの、かば焼きができたのっていう、確か1650年とかあの、江戸時代入って、あの、元禄時代なんか、だから徳川綱吉の時代の後ぐらいにできたはずなんで、あのー、その時にかば焼き出してこれだけ驚かれるってところからのなんか時代背景とかも見ても、やっぱ やっぱり、まあ、1600年代半ばの、まあ、イギリスとかヨーロッパとかその辺りがモデルなんじゃないかなと、まあ、服装からしてもですけど、まあ、そういったところが、まあ、すごい面白いんですよ、アニメ化もしてるそうです。